とイエス・キリストがこの世界に来られたのは私たちを救うためでした。キリストは私たちの罪を背負い十字架で死に三日目によみがえりました。キリストが流されたその死によって私たちの罪は取り除かれました。キリストを信じる人は救われます。神に正しいものとみなされ永遠の命をいただきます。どうか罪改めてキリストを信じてください。聖書の言葉です。今の長引く戦いは滅び去ります。イエス・キリストは再びこの世界に来られ神の国を打ち立てます。神の新しい世界では神は人と共にお住みになり